はい、もちもち TV のもちです。本日2023年9月5日はですね、スノーマンのデンジャーホリックのフラゲ日ということで、早速フラゲしてきました。こちらですね。まあ僕は初回版の B をゲットしたんですけど、まあこちらが初回版の B で、で、そしてこちらが特典のクリアファイルですね。まあ特典のクリアファイルもとてもかっこいい感じで、なんかもったいなくて使えないんですけど、いや、デンジャーホリックようやく発売されたかってほんと感慨深いんですよね。7月2日に、そのライブで名古屋ドーム行った時に、スノーマンがデンジャーホリックを披露してくれて、なんてかっこいい曲なんだって思って、で、それから、まあ2ヶ月ちょいですよね。2ヶ月ちょい経ってから、ようやく発売されたということで、本当待ちに待った日ですね。で、毎回 B にしてるんですけど、まあ、B の特典が本当にすごいと思って、まあ、マルチアングルと、まあ、デンジャーホリックのマルチアングルと、ダブーンのミュージックビデオ。で、3番目に、まあ、大体ゲームが入ってるんですけど、このゲームがめっちゃ面白いし、内容も面白いし、まあ、ダブーンも本当にかっこいい曲で、もう本当スノーマン世界に通用するなっていう感じが伝わってくるミュージックビデオなんですけど、で、デンジャーホリックのこのマルチアングル映像、なんか毎回パワーアップしてる感じがするんですけど、なんか小ネタ満載というか、まあ、メンバーとメンバーが絡む姿が、まあ、そこら中で起こってるので、ほんとこれ見逃せないなと思って、ほんと9人分全部見ました。ほんとに面白いですね。で、今回マルチアングル映像、ちょっとカメラが増えた気がするんですけど、なんか、結構、なんか上からの角度のカメラが今まであったのかな？あんま覚えてないんですけど、なんかカメラが増えたような気がするんですよね。で、こんなパワーアップしたマルチアングル映像と、このスノーマンのゲーム、この生き残りポーカービジネス編を同じ特典初回版 B に入れちゃうって本当に豪華だと思うんですよね。まあ大体フラゲ日に初回版 B を買って、で、後から通常版を買い足すとか、まあ初回版 A が売ってたら、本当我慢できなくなったら買い足すとかいう感じでいつも買ってます。はい、ということでですね、まあ初回版 A と通常版をまだ買ってない状態で、まあこんなこと言うのもおかしいですけど、初回版 B は本当におすすめなので、ぜひぜひ皆さん買ってほしいなと思いました。ということでですね、このデンジャーホリックが主題歌のトリリオンゲームも本当に展開が面白くなってきて、本当最後どうなっちゃうの？最後春はどうなっちゃうの？なんかずっと春がいない状態みたいな感じで最初オープニングが始まるじゃないですか。本当このデンジャーホリックとともにトリリオンゲームも見逃せないなと思いました。はい、以上、もちもち TV でした。